山口新聞は山口県全域を発行エリアとする日刊の地方新聞。山口県下関市に本社を置く港山口合同新聞社が編集、発行している。従来の紙媒体の他にパソコンやスマートフォンなどで紙面を閲覧できる電子版サービスも提供している。現在、山口県で唯一の県家全域を取材、発行エリアとする地方紙である。 月義務価格2705円、一部単価110円。家庭、企業などへの配達のほか、コンビニや駅の売店などでも販売している。1946年水産専門誌、西部水産速報が相九1952年、西部水産速報は港新聞に開題する。1、2面を水産速報版、3、4面を下関市内版とし、 市内版には、市政、経済、社会記事を掲載。同年8月、水産速報版と市内版を独立させ、市内版を、勇敢港とする。1969年、勇敢港を、山口新聞に開題山口新聞社を設立し、山口県全県エリアの県市を目指して歩み始める。1992年10月、 港新聞社と山口新聞社が合併し、港山口合同新聞社が誕生。なお、港山口合同新聞社は、日本新聞協会に加盟しているものの、共同通信社の加盟者にはなっていない。ただし、山口新聞として、共同通信社から、全国、世界のニュース記事の配信を受ける契約を結んでおり、共同通信社と地方紙で組織している、 ニュース47クラブに山口新聞として参加している。共同新聞社加盟者ではないことから、共同新聞社加盟者が主催団体となる天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会並びに同大会の山口県予選である山口県サッカー選手権大会には関与していない。下関のコミュニティラジオ局下門 FM にニュースを提供している。かつて、 FM 山口にも月曜から金曜の18時55分から5分間地元のニュースを提供していたが2015年3月末で終了した。なお2009年3月まではど日も放送した。港山口合同新聞社が発行する港新聞と取材拠点を一部共有している。港新聞の取材拠点については港新聞取材拠点を参照のこと。 元旦は隠し部数を増やして特集に当たるが山口新聞は三部構成をとる。総計おおむね90ページ程度となる。ありがとうございます。